こんにちは、新藤きみこです。今日は特にまた何もしないんですけれども、今ですね、ジーターいじっていて、たくさんまとめて、材料のジーターを買ったんですよ。こういう素材は、これはローズウッドだったり、これはトチ、木目が違いますね。でこれ一番欲しかったやつなんですけど、ダケカンバですね。これの、小分の部分をカットして作ってあるやつとかですね。こういうのがたくさんあって、加工してるんですけど、こんな感じで、これカマチっていうんですかね、周りの方を少し削って作っています。結構最近YouTuber の仲間たち、勝手に仲間呼ばわりしてるんですけど、販売とかもね、力入れてこう盆栽会が盛り上がってきてる感じがすごいするんで、私もちょっと参加したいなって思ってはいます。その時はよろしくお願いします。今日はもうすいません、だいぶ前回草の動画撮った時に、もうちょっと見たいというリクエストをですね、いただいてたんですけど、それをちょっと作業はなしで、紹介というかね、参考にならないと思うんですけど、ちょっと紹介してみようというところです。例えばでかいんですけど、これやっとうち一輪咲いたんですけど、これですね、サギソウ、すごい咲くとね、本当鳥が羽ばたいてるみたいで、シラサギですかね、羽ばたいてるみたいで、すごくね涼しくてね、いいものなんですけど、こういうのとかもねあって、結構割と大きい草も私持っています。ちなみにこれはキジョウロコトトギスっていう少し珍しいやつらしいんですけど、葉焼けしやすくって、こうすでにね葉っぱが傷んではいますけど、これから花が楽しみで、見ています。で去年かな、根洗い、草物の根洗い作った時にこれ作ったんですよ。忘れてたんですけど、これもなんだ、シラサギサギソウか、サギソウを植えてこうやって作ってるんですけど、だいぶ落ち着いてきて、下の網もね、別に取っても大丈夫かなっていうところまで来てるんですけど、それも今年はね花咲きそうですね。草はですね、こう草丈が大きくなるやつとか、直根の強いやつ、ごぼう根ってやつですかね、スミレとか、そういうのってあんまりね切れないし、ちっちゃい鉢でいじめるとぐじゅぐじゅぐじゅってね、溶けてなくなっちゃうとかあるので、それぞれの特徴で、小さくできれば小さくしたいけど、姿形で、大きくゆるゆる作った方が似合うものとか、生育上もそうじゃないと困るものとかあるんで、それぞれという感じだと思います。でちょっとコメントにあったコーヒーフレッシュでこう整然と並んでるやつがあって、それをもう一回見たいって、これのことなのかなと思うんですけど、ちょっとぐちゃぐちゃ持ってきたからあれなんですけど、こういう感じでやってます。結構放置、水しかやってない、時々液肥あげるぐらいで、水しかやってないんですけど、こういうものがあるので一つ一つ紹介していきたいと思います。理想と現実はこんなもんだなっていう感じで、ちょっと大きな気持ちで見ていただけたらいいなと思います。こういう感じでちっちゃい鉢とかちっちゃい容器にこうやって入れてるんですけど、こういうのはですね面白いかなと思うんですけど、ちょっとね枯れた葉っぱなんか後で整理しようと思うんですが、これはわけぎですね、食べられるやつ、こういうのがね結構ね、ずっともう7年ずっと持ち込んでるやつなんですけど、植え替えもせずに、こういう風になってくるとちょっとね面白いかなと
感覚的にはこう糸らっきょうみたいな、うん、糸らっきょうに似てますね、うん、そういうちょっとこうやって漏れてくるんでこうカットするんですけど、まあ、こういう草なんかも面白いかなと思います、うん、こういうくっついちゃってるけど、これもさっきの乃木くっついてて、なんだヒメトクサ、今度掃除すると割ともうすぐね、あのちっちゃいポットに植えちゃうと結構見られるんですよ、うん、ね、ちょっといいか、うん、それとこれはアサギリソウとか、とこのちっちゃい鉢に入ってるのは、うん、これティーヤさんの作ってくれた鉢なんですけど、これはホトトギスが入ってます、うん、こういう風にホトトギスちっちゃく、ちっちゃい鉢にやると花はずっと咲かないんですけど、まあ趣をで遊ぶみたいな感じでね、こうねずっとここにいてくれてます、うん、とこういう竜のひげなんかミニミニでね入れて、うん、こういう風に育っているやつとかありますし、これか、これは割れもこうですね、うん、斑入りの割れもこうがここに入っていたりとかします。これもね、もう掃除する時期なんでこれはもう言い訳ないしませんけど、まあ、これが理想と現実ということでこんな感じでも、まあ元気ですよみんな、うん、あとはこういう十二一重っていう草とか、これは節穀ですね。これは蘭の仲間で花もね咲いてくれるんですけど、株分けしてねだるま節穀うちたくさんあります、うん、あとこの前も見せた屋久島雪の下、今これね結構日に当ててガンガン日に当てて育ててるんですけど、そしたら葉っぱが結構厚くなってですね、ここにシュートみたいなこういうのが生えてる、これをちっちゃな鉢にね植えつけるとまたね楽しめると、こういうやつありますね、うん、それとなんか面白いのあったかな、なんだっけ、なんかあった、あこれだ、これすごくないですかこれ白花の梅咲きの糸らっきょうなんですけど、結構ここがねすごいムリムリしちゃって、もうムリムリしちゃってすごいことになってるんですよね、うん、太くなりやすいやつかな、あんまり太くならないこういうらっきょうもあるんですけど、これはねもうちょっと面白いかなと思って今増やしてます、うん、あとはねこういうのはですねもう何が入ってるか分かんないんですけど、もうこれ飛び込みでもうこれは多分これはあれですよね、スミレ、これはなんかよく分かんないシャゲの仲間かな、これはなんだっけ復帰草、姫復帰草か、うん、こういうのがこう飛び込んで入ってきてるやつ、これも何気ないんですけど、こう鉢にこう入れてあげるとですね、すごいね いい感じにその場をこう演出してくれて、うん、とても良いと思います、うん、あとこれは、ホタル袋ですね、うん、あホタル袋じゃないなんだホタルツワブキか、はい、このちょっと黄色い麩が入る種類のやつで、これは自分で作った鉢なんですけど、何気ないのもこう手作りの鉢なんかに入れて楽しむと楽しいですよね、うん、よし今日はちょこれなこの作業すごい地味すぎるので今日はこの辺にしておきます、はい、はい、お疲れ様でした